同胞、ブライトン VS リーズを解説した、安田というから。安田氏、代表経験はあるのかな？あるぞ。ググったら一時期バリバリ代表のレギュラーやん。すごい人やったんやな。オランダでやってたし、20代中盤ぐらいまでは普通に実力あったよ。なんかまるで大成しなかったみたいな言い方やな。チャイナにとんでもないラフプレイ受けたんだっけ？検索したら試合数も立派や。中国のゴールキーパーにカンフーキック食らってた。中国戦で殺人キック食らってるで。本田圭佑を最初に公にいじった男だった気がする。アンダー世代日本代表で、本田はプレジデント呼んでたのばらしたのが安田。安田といえばカンフーキックの印象が強すぎる。年から移籍後は腰痛と、グランパスで目立たなくなってった。内容ペライけど、喋りうまいところはさすが関西人だな。喋りしたてすぎるし、語彙力もなくて、後半話せんくなってたよなわらわら。ご視聴ありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。